はいえー、ありえない話の時となりました私のうちに、えー、リハビリの先生が毎週来てくださるんですがそのリハビリの先生がこの黒い椅子を見て「すごい椅子を買いましたね高かったでしょう」っていうふうに言ってこられました、えー、しかしこれはですね買った椅子ではないのですね 祈ったたに与えられた椅子なのです私はあの数週間前にですねこう思ったんですねうち、えー、にこのゆったりに、ねえー、座れるいい椅子がないとそれでお祈りすることにしましたゆったりと座れてゆっくりと一日休めるいい椅子を与えてくださいとこう祈ったんですね通しましたらですね 北陸の正解で使っている快感の一つが閉鎖されることになってその中で私がこのいつも使っていて一番いい椅子だなと思った椅子を廃棄することになったんですねそしてその椅子を廃棄するのはくださいということでこちらがいただくことになりましたそして私のところに来てるんですが驚いたのは私が祈った直後にしかも 私が一番良いと思ったそしてがっちりとした椅子が神様によって与えられたということです。神様は私たちに必要なものを与えてくださいますが最善なものを与えてくださいます。祈りは大きなポイントなのでどうぞ皆さん祈りを通して神様の恵みを受けていただきたいと思います。私が進学校を卒業する時にですね 教会に引っっ越ししななければならなかったんですねでその時思いました。机が必要であると。牧師の働きに机が必要なんですね。で、お金がないんですね。どうしたもんかと思いました。で、その時にですね、はっと思ったんですね。それは、教会の副牧師、えー、伝道師か。伝道師として移動することになっていたので、これは、 神の会社に入ったようなものだと。会社に入って自分で机を用意するバカはいないと。じゃあ神様にもらおうと。こういうふうに思いました。それでですね、椅子を祈ることにしたのですね。でも椅子がテーブルのみたいな椅子もあれば勉強机もありますし、いろんな椅子があります。しかし私が一番好きだったのはスティールの机でした。スティールの机で上がゴムみたいになっていて、 右側が小物入れになっていてそしてファイルが入るように右側の下が大きくなっていてそして引っ張る時にグーグーという特別な感触のあるやつ私はこれが大好きだったんですねそれで祈りましたスチールの机で上がゴムみたいになっていて右側が小物入れで下にファイルが入るように大きくなっていて グーグー言うやつをくださいとこういうのったんですねそうしましたら23週間後ぐらいに朝早くですね我々のよく知らない人から連絡がありました「机を捨てに行くんですが机いりますか?」って言ってきたんですねでじゃあ玄関に置いといてくださいって言ってそしてね机を見に行ったんですねそうしましたら スチールの机で、上がゴムみたいになっていて、右側が小物屋になっていて、そしてそこにファイルが入るようになっていて、そしてその感触がグーグー言う、私が祈った通りのその机が来ました。しかもビニールがついてるんですね。新品同様です。こんないい机で捨てるやつがいるのかと思うほどのそのような机でした。 神様にに祈るとき必要を与えてくださいますそして与えてくれるどころは多くの場合ですね最高の恵みこの椅子もそうですけどもう机もそうで祝福を与えてくださいます祈っているのと祈ってないのとは差が出るのでどうぞ皆さんイエス様を信じている方々は祈りを通して神から最高を受けてください信じてない方は祈りを通して神様はご自身の恵みを表してくださいますので 信じて熱心に祈りましょうどうもありがとうございました